我が世の春が来た。はいはい、テンプレテンプレ。まあ旧宅祭りじゃないからそこまでハイテンションじゃないんだけどな。今回はコスト300部屋の野良部屋だぜ。で、今回実験で簡易脚部をつけて出撃してるぜ。簡易脚部ってつけても効果薄いんじゃないの？確かに薄いが、自分で体験してどんな感じか見たいからな。あとは簡易脚部のおかげで近距離が余ったから格闘火力をガン上げしたぜ。そういえば銀十字ついても HP16000 だ。タックル強化もつけてんなこいつ。というか野良部屋でなんで実験してるんだよ。野良だからこそですよ。ここで私の実力を見せてこのカスパでもやっていけるって証明よだな。と言っても現状は突っ込めないんだがな。さてどうするか。支援機は多分一番奥のだと思うけど、突っ込んだら確実に潰されるね。どうにかして支援機から護衛をどかせれないかな。まずは汎用機を倒すか足止めするくらいしないと無理でしょうが。うお、後ろからなんか来た。これはダメだ。一旦下がって体勢を立て直してから感じました。ブーストする方向を間違えた。やめて。緊急回避もなければジャンプもできないし、ユニコーンもできなくなってる。貴様の実力はその程度なのか。脱出モビルスーツ大破、損傷増加。開始1分で溶ける旧宅がいるらしい。まあこんな時もあるさ。次から頑張るさ。それ次も頑張れない感じや。にしてもエスマのルール改善でリスポンが短くなったな。エスマでの旧宅のリスポン歩兵とほぼ同じって早すぎない？リスポンの再開発もすれば歩兵と同じになりそうだな。無星枠の再開発の4つ目まだ空いてないならリスポン再開発してみたら？いや、再開発は連月強化って決めてるんだぜ。でももともとの格闘火力が低い旧宅で連月強化つけて恩恵はあるかな？確かに旧宅のフォークは弱獣と同じ火力だが、私は少しでも火力を上げれる方を選ぶぜ。まあ旧宅は格闘火力が乏しいから上げるのも一つなのかな。お、あそこに脚ぶってる陽キャさんがいるじゃないですか。ん、おいしい。これでさっき落としたコマンドとプラスで旧宅に気分の黒字だぜ。いやポイントで稼げんなよ。あとほぼハイエナなのに何言ってんだお前。さて陽キャを倒したし、敵には他に支援機いないだろうからどうするかな。味方の体力も少ないから牽制の試合になりそうだね。ただアーチ上でザッキャさんが頑張ってるから今のうちに突撃かけるのも悪くないと思うがな。ここでの牽制の試合はアーチ上だとやりにくいからね。振っても私が先陣切ることはできないしな。あ、敵がしびれを切らして突っ込んできたね。うおん、タックルが暴発した。タックルの癖は直せとあれほど。ゲムさんがフルボッコにやってるから支援しなきゃ。スラがおばひしてるから格闘は握手。ガノンドロフ横必殺技。ワンコンボで汎用相手に8割削るって何この旧宅。これが再開発とタックル格闘特化カスパの底力よ。でジムコマさんちょっと待って、溶ける溶ける。ただし走行はそう。だがな、カウンターさえ取れれば走行無視の強化力があるんだぜ。その強化力ってカウンター決める前提の話だからね。さて、味方の HP もあるし突撃したいところだがどうかな。逆に敵が突っ込んできてるけどちょっとバラバラだからなんとかなりそうだね。キャッパー孤立している陽キャさん発見。こいつは支援機を見たらほんと。てめえ俺が支援機を食べる邪魔をしてんじゃねえ。ぶっつぶつぶ。ほんとこいつは調子に乗るな。さあようやく陽キャさんを思う存分食えるぜ。お前はどこの魔法使いライダーのビーストだ。ちょ、滑って回避するな。それはドムの特権だろ。畜生、一旦必死かないか。さすがに普通相手にはしたくないしな。おいおい、一気に半分まで削られてんよ。ん、ここは顔いせずに汎用を叩くかな。陽キャは多分すぐ顔を出すはずだから何か点火してから狙っているかな。そう言ってたら陽キャが出てきたね。他の汎用が来る前に陽キャを削り切ってやんよ。あ、敵が C からリスポンしてきたみたいだよ。なもん関係あるか。全部ゴリ押す。結局ゴリ押しに一服のかよ。これでなんとか起き上がれ。ぶっつぶれよー。逆部が、結局削り切れてないじゃん。これ以上火力は上げれないんだがどうしましょうか。いや、できてもしようとしなくていいから。格闘火力よりタックルの火力上げたいから近接突撃のレベル3ってくんないか。というか近接突撃のレベル3って実際どうなんだろうね。さあ、格闘補正でタックルのダメージ変わるってことだけどどっちが上がるかわかんないし。まあそれは後々検討するとして、点差と HP 的にかなり接戦だね。相手が落としたらこっちも落とすって感じだからな。もうそろそろエース選出するからエース決まる前にあと1回落ちておきたいかな。いや、その発想はおかしいだろ。40秒以内に落ちるなんてふざけてるの？やっぱり許してもらえないっすよね。押し、引っ掛けれたしダウンさせろ。ザッキャさんそれはちょっとやってほしくなかった。仕方ないからタックル。よし、こっから格闘を振って足場、引っかかってなかった。ハンターってあれ、敵って2機いなかったっけ。あ、レーダーに映ったね。どうやら寝てたっぽいね。ただまた消えたってことは中継取られてる。ん、この土壇場で D 中継を取られるのは後々辛くなるね。エース選出する指摘は突っ込んでは来ないだろうからこのバレ、突っ込んでくるの。そしてお前はコバ移動するんじゃねえ。
って追撃遅れて削り切れてない。やめてー、序盤で瞬発したから囲まないでー。エースに譲らなきゃいけないから削り切りはしないんじゃない？逆部も半壊だし HP もねーぜ。陽キャがエースだから攻撃しに行きたいけどこれじゃいけないな。仕方ない、今降ってきた敵に撃破されて次考えるか。そうだね、だけど敵エースの射線には気をつけてね。まあ味方が前線張ってくれてるし多分大丈夫とは思うけどな。けどこれマリサが動けないとなると敵エースが動きまくって逆転される可能性もあるかも。敵もリスポンしたてだから枚数も足りなくなるの。さて、味方が削られなかったらいいけどそれまでに前線に戻れるかな。どうだろうね、でも全体的に削られてるから相手も削られてるかもね。お、ゾクキャさんが敵を撃破したから耐えてそうかな。けどゾクキャさんも HP 少ないから急いだ方が良さそうだね。あーダメかな、これは私が前線に行くまでにゾクキャさんが持つかわからんな。ここはどうするべきかな。とりあえずエースを狙ってゾクキャさんが落ち次第敵を倒していくかな。言ってる人だからゾクキャさんやられちゃったね。まずはエースの撃破を優先するぜ。フリップさんナイス、このまま切り刻むぜ。エース撃破超美味しいです。大黒字大黒字。ベムカモフさんにこかしてもらえたから無敵もあるね。どうするかな、とりあえず HP 低い敵は倒してから交代しようかな。いい拠点も取られてるからこの状況が倒されるのは間違いないからね。見た感じ残りの敵はほとんど HP あるしそろそろ撤退頃かな。ちょっとミスったのはタックルをしてスラスターを焼いてしまったことか。そうだね、そのおかげで今汎用機にはめられてるんだもんね。まあいいや、そういえば先日ゲーマの新デッキが発売されたよな。またカードネタか。確かに懐かしいテーマで復活したよね。個人的にはサバイバーのデッキは使いどころがあるカード。ロドスコにクロッチにサイレントに爆心エンプにペトロは汎用性高いもんね。で私が買ったデッキはロマノフのデッキを買ったぜ。新カードでエターナルサインってカードがあるデッキか。ほとんど完成されてるわの。そのカードをゴルメテウスリターンズに組み込めば結構ヤバくなりそうだぜ。それよりかロマノフデッキからナスを抜いてゴルフは入れればいいんじゃない。それもいいけどマナロックも捨てがたいんだよな。で、おい、気がついたら HP がめっちゃ削られてんじゃねえか。前まで話を咲かせてるからこうなるんですよねー。しかもエースのゾクキャさんももっかい撃破されたから喧嘩にも余裕がなくなってる。ここはエースに撃破されないように逃げるべきだね。それより先にエース以外の人に撃破されればいい話でしょ。何やってんの、そんな突撃したらエースに撃破されるでしょ。正直我を忘れて突撃したのは本気で悪いと思ってる。旧爆だからポイントはギリギリなんとかなってるけどあの判断はないわ。お、よかった。ゾクキャさんが撃破してくれたから大丈夫そうだ。さて、残り時間が少ないが何をするかな。って言いながら敵エースに特攻かけてますやん。おっと、ダウンしてるのか。ならそっと張り付いて無敵が切れたら切り刻んでやる。それ、今がチャンス。これより停止時間5秒以内に蹴りをつける。タックルだけでごっそり行くなぁ。というか停止時間9秒以内ではないんだな。にしても今回は久々の旧爆で楽しかったぜ。旧爆の動画はコラボで出してたけどレベル8自体は動画ではかなり久しぶりだからね。ジムカスタムもフルハンした切り全く使ってないからな。最近はジャイバ使いのレベル7が出たからドムトロばっかりだからな。最近はビーム使う機体ばかりだったから実弾機体の練習にはいいかもね。主に前までは普通にできていた質の生当てができなくなってるから練習しなきゃな。ドムもいいけど他の機体も開発したら、例えばこの前上位解放とコストダウンしたケンプとか。ケンプはホバーだったら速攻作ってたんだけどな。まあ今作ってるんだがな。神走行でホバーとかさすがに扱いにくすぎるでしょう。さて、久々の旧爆での戦績はどうかな。お、戦績は2番目だけど少し撃破も取りすぎたかな。エース選出してからはあんまり撃破してなかったから下手したら私がエースになってたかもな。格闘機でエースは正直きついもんね。今回はここまで。今回もご視聴ありがとうございました。次回もよろしく。ボルサファが禁止から制限になるらしいからレンドラ作らなきゃ。いい加減カードじゃなくて罵倒ペにも課金をだな。